エントリーナンバー9、津田沼パルコ店エントリー、モールス。You keep on throwing, I love you.癖になったはずの午前七時をつける冷たい歌、夢に見てたはずの自分に今どうって変わる、限られた言葉の中でもがき続けて伝えたいこの色、真っ白なこのキャンバスに今生きることを恐れずに、あなたを私を描いて行きましょう、色のない声で思えば叶うと信じて行きましょう、終わりのない明日の向こう、少しずつ見えにくくなってるけど、濁ってるわけじゃない、名前のないその想いは、限られた表現の海を泳ぎ続けて、君を思い出す時には色とりどりの光を添えるよ、あなたを私を描いて行きましょう、色のない声で思えば叶うと信じて行きましょう、形のないその未来に色を塗りましょう、
ちは恵比寿ガーデンホールモールズです。ホットラインへようこそ。1曲目ドローイングという曲を聴いてもらいました。何もしないまま、色をつけないまま、真っ白なままっていうのが一番綺麗なことですけれども、自分なりの色をつけるっていうことをね、恐れないでという曲を聴いてもらいました。もう1曲お付き合いください。こんな便利な世の中ですから、こんなに人が集まってもね、ここにいるほとんどの人が携帯電話を持ってると思うんですけども、もちろん僕も持ってます。2曲目は携帯電話にまつわる曲を聴いてもらおうかなと思います。僕昔からね、携帯電話がすごく苦手で、大事な要件だったり気持ちだったりをメールで送ってしまって、なんか自分が言いたいこととね、ちょっとずれて届いてしまったりとか、あと会って話すべき大事なことをね、携帯電話で話すだけで済ませてしまったり、すごい希薄な感じがして、すごく苦手だったというか嫌いだったんです。でもある時、タイミングが合わない恋人だったりとか、離れて暮らす大事な人だったりとか、ほんの一瞬でもね、ちょっとした瞬間でも携帯電話でつながることができれば、それは素敵なねことなんじゃないかなと思いまして、作った曲を聴いてもらおうと思います。12時になるといつも着信音が流れる、そんなお話。12時にかかる恋の歌。12時にかかるテレフォン、ほらきっと繋がってるから、あの恋の歌を。足を止めるコンビニの前、ポケットから聞こえる恋の歌。12時にかかるテレフォン、ほらきっと繋がってる、隣にいるくらい小さな声も伝わるよ、届けられるよ、今あなたの想いを乗せたおやすみ抱きしめながら眠ろう。ねえ、あなたが求めすぎたことと、今僕ができることは一緒なのかな。
つもの時間改札を抜けてポケットを探す伝わるのは弱々しくただ震えている期待外れの文字流れるラジオ今あなたも聞いてるのかなあの恋の歌が聞こえてきたのそれだけで嬉しくなって手に通ったあなたのナンバー指でなぞるだけ繋がらない距離をポケットにしまう流してた本当の意味走り出したこの想いはまだ間に合うかな改札を抜けてあなたのところへ12時にかかるテレフォン今来ることはないけれど隣にあなたがいてくれるから二人の距離近づけよう ありがとうございました。モールスでした。